電子レンジマンの動画。どうも、電子レンジマンです。今日は、スマホ断捨離天才集レビューって感じの内容となります。買っては売りを繰り返してますね。何を売ったんですか？今回手放したのは、6月に購入した、Xperia 1 Mark 5 ですね。マジか。あんなに気に入ってたのに。そうなんですよ。できれば手放したくはなかった。しかしながらもう、今私の手元には Xperia 1 Mark 5 の姿はありません。手放した理由と、Xperia 1 Mark 5 を使ってみての最後の感想を今回はまとめたいと思います。電子レンジマンの動画。というわけでね、Xperia 1 Mark 5 を売却しました。なぜ売ってしまったんですか？金に困ったの？理由は大きく分けて3つほどあります。1つ目の理由であり、最大の理由とも言えるのがこいつの存在です。Xperia 5 Mark 4 がすでに手元にあるので、役割が被る。去年の秋に、実質24円だったかで買ったやつですね。Xperia でやることといえばフォトグラフィープロでの写真撮影ですが、それはこっちでもできるわけです。結果 Xperia 5 Mark 4 の出番がほぼなくなりまして、引き出しの奥に放置されることに。せっかく来年秋まで使えるこれを、持て余したくないって感じ。ここに他の理由も絡んできて、総合的に Xperia 5 Mark 4 あればいいじゃんって感じになりました。あとね、正直 Xperia 1 Mark 5 と Xperia 5 Mark 4 であんまりカメラの画質に差を感じなかったというのもあります。望遠レンズの仕様とかちょっと異なるけど、そもそも Galaxy S23 Ultra ほどズームできないし、だから Xperia 5 Mark 4 でもいいじゃん的な。結局 Xperia 1 Mark 5 も動画撮影してるとすぐ落ちるし、カメラのデメリットもそんなに変わらないと。そんな感じで、じゃあ毎月1円の Xperia 5 Mark 4 だけ残しておけばいいかなと。2つ目の理由は、買取価格がガンガン下がってきていること。こいつ19万円で買ったんですが、すでに14万まで下がってました。一応 iPhone15 買う猶予期間にこれ使う予定だったんですが、再来月だともう13万円切ってそう。 Xperia 5 Mark 4 でとりあえずいいし、こいつとは今のタイミングで別れておいていいかなって。資金難ガジェット系 YouTuber の悲しい金のやりくり発動ですね。そして3つ目の理由ですが、カメラが欲しくなっちゃって。え、また？スマホがあればカメラなんていらんわという路線でやってきましたが、いざカメラあると楽しいんですよね。で、先日買った DVE10 ですが、こいつ使っててちょっと気になる点がありまして。というと？ファインダーがない機種なんですけど、これ夏場だと何も画面見えないんですわ。私このカメラを動画撮影用に買ってるんですが、結局ブログとかで使う写真撮影に使う率が高かったりしてました。改めてもう1台、写真撮影に特化したファインダーありのカメラが欲しいなって。そこで Xperia 1 Mark 5 を売却して、予算をぶち込んじゃおうということですな。そうですね。ZV-E10 自体は気に入ってるので、普通に使い続けますが、富士フィルムの XT20 買っちゃった。レンズ共有できるソニーの買えよ。なんかデザイン格好良いかつ価格的にも買えるやつだったんで、つい、本題と関係ないので今回詳細は省きますが、めっちゃ良いですこれ。データ転送アプリが不安定な以外は。まとめると、手持ちの Xperia 5 Mark 4 で支障ないかつ売り値の都合かつ欲しいものがあったと。そんな感じですね。電子レンジマンの動画。というわけでここからは、Xperia 1 Mark 5 の最終的な使用感まとめって感じですね。良かったところから聞かせてくれ。なんといっても、バッテリー持ちが良かったと思いますね。あんまり使ってなければ3日は充電なしでもいける感じ。とりあえず朝から晩までは使う時間長い人でも大丈夫かと。スマホを使う時間が長い人には、嬉しい仕様ですね。購入直後にも言ったと思いますが、動画や音楽も非常に快適に楽しめます。横長画面なので、昔のシネスコサイズとかの映画も楽しめますよ。カメラも基本的に綺麗に撮影できますが、まあ最終的に Xperia 5 Mark 4 と極端に大きな差は感じなかったかな。夜とかに撮影すると違うのかもだけど、夜で歩かないので、
カメラについては、良いけど全世代のでも特に問題ないんじゃないかとは思いました。ズーム倍率大幅向上とか、なんかもっとわかりやすい進化もあると嬉しかったですね。メリットとかはこんな感じで、次はイマイチだった点について。ドルフィンウェーブのバトルが、やっぱり遊んでると重かったですね。それはエクスペリア1マーク5に非があるのか？わからんけど、とにかく画質設定を下げたとしてもめっちゃカクカクになる。このせいで、メインスマホとしてしっかりライン移行して使うことは一度もありませんでしたね。多分ゲーム側で何らかの問題が発生して、バトルが激重になっているんじゃないかと、エクスペリア5マーク4の時点で同じ問題があり、半年以上改善されてないので、多分今後も改善されないんじゃない？それは悲しいですね。というか、もうこのゲームやめればいいんじゃないかとも思い始めました最近。キャラとストーリーは良いんですけど、ゲーム部分の難易度上がりすぎて初日から遊んでてキャラ強化もマックスなのに中間レベルすらクリアできん。わかったわかった。振り込めとかについては問題なく遊べてるんですけどね。あと動画撮影時の発熱もデメリットかな。結局5分くらい撮影したら発熱でまともに撮れなくなったりしますよ。室内でそれなので、今の季節の屋外だと即破滅では、普段の発熱はエクスペリア1マーク4より抑えられてる感じしましたが、動画撮影だとダメですね。動画撮影を重視するなら、残念だが iPhone を買うのがやっぱり無難ですわ。あるいはピクセルも大丈夫かと。電子レンジマンの動画。というわけで、エクスペリア1マーク5の最終的な感想でした。なかなか気に入ったんだけど、細かいデメリットは私にとってやや大きかったですかね。ドルフィンウェーブが快適に動いてくれれば、もっと活躍できた気がするんだけども、とりあえずエクスペリア5マーク4は手元にまだまだあるので、こいつでまた写真とかの撮影を楽しんでいこうかな。メインスマホは、結局ギャラクシー S23 ウルトラのままって感じですかね。そうですね。なんといっても10倍とか30倍ズームを気軽にできるのが強いですわ。こいつがあればいろいろな写真を気軽に撮れるので、どうしてもメインはギャラクシー S23 ウルトラになっちゃうかな。ゲームもサクサクだし、カメラ利用時の発熱もとりあえずエクスペリア1マーク5とかみたいなことはない印象。秋に出るピクセル8シリーズのカメラでも、多分こいつにはかなわないんじゃないかな。そんなわけで、今回はここまで。よろしければチャンネル登録とか評価など、よろしくお願いします。また見てくれよな。